ビッグバンブレーダーズ。それはベイブレードナンバーワンチームを決める史上空前最大規模の世界大会である。強い絆とブレーダーの名誉をかけ、目指せ最強、勝ち抜けバトル。これはベイブレードに全てをかけた熱きブレーダーたちの物語である。朝日が昇る。俺のベイ魂にも似たでっかい朝日が。銀河、世界大会でのお前のバトルは俺のベイ魂に再び火をつけちまった。あんなもの見せられたらもういても立ってもいられんわい。さらば健太、さらば我が町、たとえどうなろうと俺は行くぞい。ジュワー、ご健闘をお祈りしております。でもさ、ベイバトルしながら海外旅行できるなんて最高だよな。油断してると負けちゃうよ。もし負けたら僕とレギュラー交代だからね。いいぜ、俺負けねえもん。このまま決勝まで勝ち続けてやるぜ。勝ち続けるか。鋼銀河。お、うん、ダーちゃん、わざわざ見送りに来てくれたのか。お前に言っておきたいことがあったからな。言っておきたいこと？負けるなよ、鋼銀河。お前たちはワンフュージョンを破ったんだ。簡単に負けられてはベイリンジの名誉に関わる。ああ、分かってるよ。
次に戦う時は必ず勝つ。すでにチーユンもメイメイも、そしてあのチャウシンまでもが新たな修行に入っている。そっか、みんなも頑張ってるんだな。ではな、サイツ。絶対またバトルしようぜ、ダシャン。けどさ、まだまだ世界には強いブレーダーがいるんだな。驚いたぜ。次はどんなブレーダーに会えるんだろう。ワクワクするよね。まずは今夜対決するユーロ代表と中東代表だな。噂では両チームともかなり強いって話よ。しっかり見ておこうぜ。みんな同じ A ブロック、勝った方といつか戦うことになるかもしれないからな。世界大会、我らが代表チームデザートサンダーの1回戦はいよいよ今夜だ。ガスル、カーティ、ジダン、過酷な砂漠の地でベイの腕を競い磨き合った3人はいかなる激闘を見せてくれるのか。今宵ピラミッドアリーナで我らがデザートサンダーの勝利をその目に焼き付けろ。かっこいい。頼んだぜデザートサンダー。盛り上がってるわね。デザートサンダーか。なかなか手強そうなチームだな。なかなかだと？デザートサンダーは最強だぜ。ナンバーワンになるのはガスルたちに決まってる。なんだと？世界最強ナンバーワンと言ったらこの角谷正宗だもん。悪い悪い。ところでさ、君たち一つ聞きたいことがあるんだけど。おう？デザートサンダーにはどこへ行ったら会えるかな。行け、オーザンクロス。玉だけ、クロウ。お、いたいた。ここがデザートサンダーの練習場か。なんて正確なコントロールだ。しかも速い。ぶっ飛ばせ。すっげーパワーだ。さすがはガスル。ジダン、俺たちもやるぜ。任せろカーテ。砂の上なのになんて機動力だ。やるな、お前こそ。そろそろ行くぜ。おう。ん？何をする気だ。クロークラッシャー。おお、すっげー。誰だ。だけどちょっと練習を見せてもらおうと思ってさ。お前は鋼銀河。あ、何、銀河だと。そうか、今夜の試合をわざわざ見に来てくれたのか。同じ A ブロック、いつかは戦うことになるかもしれないしな。対戦相手のことは少しでも知っておかないとね。俺たちも見たぜ、お前らとワンフュージョンとの試合。見事な戦いぶりだった。あ、そうか。俺はガスル、そしてジダンとカーテだ。よろしくな。あ、よろしく。お前らもなかなかやるじゃねえか。今夜の試合は楽しめそうだぜ。勝つのは俺たちに決まっているがな。だが油断は禁物だ。相手も国や地域を代表するブレーダーばかりだからな。だから俺たちは毎日こうやって練習をしてるのさ。昨日より今日、今日より明日、少しでも強くなれるように。鋼銀河、お互い勝ち続けて次は必ずスタジアムで会おうぜ。
そうだな。その時を楽しみにしてるぜ。ああ、待っていろよ。チームデザートサンダーか。なんか感じのいい人たちだったわね。映画スター？そう。ただの金持ちのお坊ちゃんだろ？どっちにしろ俺たちには関係ねえって。さ、行こうぜ。お腹すいた。わざわざここまで来た甲斐があったようだ。ここピラミッドアリーナで我らが代表世界一を目指すデザートサンダーの戦いが始まるぞ。我らは一体どんな戦いを見せてくれるのか。選手入場だ。頑張ってデザートサンダー。俺たちとの約束忘れんなよ。対するはユーロ代表チームエクスカリバーだ。あれ、一人だけ。何？あいつさっきの、あいつがユーロ代表？ブレーダーだったのか。登場したユーロ代表はジュリアス・シーザー選手のみ。これは一体どうなってるんだ？ジュリアス・シーザー。世界大会は3対3のチーム戦。ユーロチームに何かトラブルが起きたのか。おい、他の2人はどうしたんだ。必要か。それじゃあお前1人で俺たち3人を相手にするっていうのか。特に問題はなかろう。何？もし1人でも私に勝てたならお前たちの勝ちにしてやる。それでいいな。なんだと。ふざけるのもいい加減にしろ。一人で3試合やるつもりなの？何を考えているんだ、あいつ。なんだか知らねえけど、面白え。随分と大きく出たな。たまにいるのさ、お前のように自分の力を過信したやつが。いいだろう。そんな思い上がった考えだと世界では通用しないことを俺たちが教えてやる。ならば早速始めよう。 DJ！ え？おお、はい。ビッグバンブレーダーズ A ブロック1回戦。デザートサンダー対エクスカリバーは3対1の変則マッチに決定。シーザー選手が1敗した時点でデザートサンダーの勝利、2回戦進出が決まります。おい、ガスル。まあ見ていろ。俺が1試合で終わらせてやるさ。第1試合はガスル選手対シーザー選手。なめんなよシーザー。ガスル、一発で決めてやる。いけ、デザートサンダー。覚悟しろよ、大口野郎。せいぜい美しいメロディーを聴かせてくれ。私のグラビティ・ペルセウスにな。グラビティ・ペルセウス。それでは行くぞ。3、2、1、ゴーシュ。いけ、ノーザンクロス。出た、ノーザンクロスの連続アタック。ペルセウスめった打ちだ。よし、いいぞ。その調子だガズル。なんだ、
1対3の勝負なんか挑んだ割には大したことないじゃん。まだまだ。さらにノーザンクロスの必要な急降下アタック、ペルセウス手も足も出ないのか。よし、やっぱすげえぜガズル。でも、ああ、思ったほど効いてないみたいだ。やっぱりそう思う？きっとあのウィールのせいよ。見て、この分厚いメタルウィールの上に特殊な形のクリアウィールが装着されているの。まるで、そう、ウィールが兜をかぶっているみたい。これならちょっとやそっとの攻撃じゃびくともしないわ。問題はここからどう攻撃に転じてくるかだな。なんて耳障りな旋律だ。単調なリズム、美しさのかけらもないメロディ、もはやこれはノイズだ。聞くに耐えない。フィナーレにさせてもらおう。な、何？神話において勇者ペルセウスは恐ろしき魔物を退治するべく旅に出た。メデューサ、神は蛇、見る者全てを石へと変えてしまう魔物だ。死闘の末勝利したペルセウスはメデューサの目を武器に敵を石に変えて倒したという。あいつ何を言ってるんだ。さあ、おかしなやつだ。やれるものならやってみろ。勇者の力を見せてやる。グラビティペルセウス、カウンターモード。何？あれはモードチェンジだ。なんとペルセウスがモードチェンジした。誰もこのメデューサの目からは逃れることはできない。行けペルセウス。向こうがモードチェンジならこっちはスピードで勝負だ。行けノーザンクロス。ノーザンクロス、行け、行くんだ。ノーザンクロス、ガゼル。そんな、ペルセウスの強烈なアタックが炸裂。ノーザンクロス、たった一撃でスタジアムアウトしてしまった。なんてパワーだ。メデューサの目。そんなバカな。落ち着けガスル。何、お前はちょっと油断しただけだ。だがおかげで相手の手の内は分かった。モードチェンジがなんだ。そんなものこの俺が打ち破ってみせるぜ。第2試合はカーテ選手の登場だ。ガスル選手の敵を打ってくれ。お前一人で。何？そこのもう一人、まとめてかかってくるがいい。え？なんだと？なんとシーザー選手、今度は二人まとめて相手をしようというのか。どこまでデザートサンダーを舐めているんだ。そうだ、ふざけんな。構うことはねえ。カーテン、シーザー、二人でそいつに目にもの見せてやれ。上等だぜ。ああ、自分で言い出したことだ。後で後悔したって遅いぜ。その挑戦受けてやる。これは大変なことになった。第2試合は2対1の変則バトルだ。怒りのカーテ選手、ジダン選手を相手にシーザー選手のペルセウスは無事で済むのか。よっしゃ、いいぞ、やっちまえ。あいつバカじゃない。自分からわざわざ不利な戦いを挑むなんて。カーテとジダンには二人にしかできないコンビ技があるのを知らないのね。それともシーザーのやつ、まだ何か隠してるってのか。行くぞシーザー。さあ、今度は私が奏でてやろう、貴様たちのレクイエム。さあ試合開始だ。3、2、1、ゴーシュー。なんだって。
嘘だろ。あのベイは左回転している。バカな、エルドラゴの他に左回転するベイがあるなんて。あいつベイを交換したのか。いいえ、違うわ。使っているベイは全く同じよ。ってことはペルセウスは右と左一つでどちらにも回転できるベイなんだ。左回転だと。ひるむな、カーテン。あれで行くぞ。あっちだ。分かってる。いけクロークラッシャー。さあ聞くがいい、レクイエムを。バカな、俺たちのクロウが。そんなデザートサンダーが負けた。なんとシーザー選手一人でチームデザートサンダーの3人を倒してしまった。2回戦進出はユーロ代表エクスカリバーだ。嘘だろ、あの3人がたった1人に。左右に回転できるベイだって。ジュリアス・シーザー。数えきれない声、空に鳴り響く大空を越えてゆけ。流した涙を忘れはしないよ。一歩一歩前に進むのは君がそばにいるから。歓声の中目を開き君を想う。流した涙のことを恐れずに力強く走ってゆく、oh yeah、決戦の笛が今空に鳴り響くさ。俺たちが最高のゲームにしよう。何度も何度でも夢を見てゆこう。それぞれが叶えていく大空を越えてゆけ。ラビティ・ペルセウスにジュリアス・シーザーだと。あんなもん見せられたらもういても立ってもいられねえぜ。絶対ユーロチームと戦うんだ。そのためにはまず次の対戦チームをぶっ飛ばさなきゃな。マドカ、2回戦の対戦相手はどこの国の代表なんだ。あれここってラッチュ・シーサブ。次回極寒の地ロシアにゴー。